ディアウルフの動きに気をつけろだよ。影も形も見えやしない。そろそろ帰ろうぜ。バカ言え。ろくに見回ってもいないくせに。もうすぐ天秋祭の。邪魔されるわけにはいかない。ディアウルフが昔のようにおとなしく森でじっとしててくれるなら話は別だが。こういう時に限っておとなしくないもんな。ほらワイン、何他人事みたいにヘラヘラしてんだよ。平気平気、いざとなったら何とかしてやるって。そんな弱っちょろいあんたに何とかできるわけないだろ。毛虫なんかに弱っちょろいとか言われても説得力ないな。やめろ二人とも。朝から晩までギャーギャーと。なんだ、里が襲われてもいいんだな。リーダー、鶏小屋のことで機嫌悪いんだろう。おかげで大損だ。ムカつく。鶏の話をすると腹が立つ。祭りで締めて食べるために飼ってた鶏だろ。リーダー、あんたんちの小屋はどうなってるんだ。ディアウルフに襲われるなんて。こんな大騒ぎになったのに、
被害が数話だけだったのはありがたいけどな。10日も半月も姿を見せなかったくせに、ちょっと酒を飲みに出た隙に入り込んで鶏を台無しにしやがった。もう少しであいつに噛み殺されるところだった。こいつ、ベーコンの言うあいつって、リーダーんちの鬼嫁に決まってんだろ。そうそう、ケムシッチは酒場のドアが蹴飛ばされたのを見逃したんだな。もったいないことしたな。てめえ、またケムシ呼ばわりかよ。どうなったのか早く教えるよ。あれはすごかったな。鬼嫁が酒場のドアを蹴飛ばして耳をつまんで引きずり出したんだ。マジで最高だな。ワインも見ただろう。これは酒じゃなくてライフポーション。話せばわかる。ちぎれる。耳がちぎれる。うおー、ひねあまいでくれ。お前ら、今度また誰かが真似したらぶった切ってやる。まずいな。この感じ本物のようだな。どう思う？本物だったら厄介だな。ベイカー隊全員警戒しろ。戦うのかよ。早くついてこい。行くぞ。
ディアウルフ社今度は本物だな。おい、このチビ誰だ。誰がチビだよ。返事したやつのことだよ。ワイン、とっくに準備できてるぜ。私もいいぞ。みんなやられるなよ。